皆さんこんにちは。今日はリラックスヨガを行っていきます。一日の疲れを癒すお休み前だったり、午前中から午後に入る前のリラックスリセットの時間にもおすすめです。クッションや枕等があればぜひ使っていきましょう。また今日はリラックスヨガなので楽な服装で、マットの上でなくてもベッドの上でも好きな場所で行ってください。では早速始めていきましょう。楽にあぐらで座って始めていきましょう。少し上体を揺らしながら、お尻をベッドの上、地面の上に沈めていきます。中心で動きを止めて、お尻をもく下に沈めたら、顎軽く胸に丸め込んで、両手はそっと膝の上に下ろしていきましょう。そのまま頭をゆっくりで大丈夫です。ぐるーっと回していきましょう。今日の今この瞬間の首の周りの力が入っているところ、緊張しているところを感じながら、左右どちらからでも大丈夫です。交互にゆったりと回しながら緩めていきます。軽く目も閉じて、眉毛と眉毛の間、眉間の力もリラックス。ゆったりとした呼吸を通しながら、首周りの緊張感を緩めていく。もしここ詰まっているなと感じるところがあれば、そこで少し動きを止めても大丈夫です。自分の好きなように気持ちよく首周り全体を伸ばしていきましょう。ゆっくりとお顔を中心に戻したら、手のひらを胸の前で合わせ、親指を胸骨に当てたら、胸骨で親指をそっと押し返すように胸を持ち上げていきます。息を吐きながら、そのまま顎を胸にぐーっと丸め込んで、目の力は緩んで地面の方に重く降りていくような感覚。鼻から息を吸って、首の後ろから背骨、そして腰の深い部分までいっぱい酸素を送ってあげて、吐く息で腰からまた背骨の横を通り、首の後ろから外へと出ていきます。今の体の感覚、手と手の間を流れるエネルギー、温かさを感じて、もう一度鼻から息を吸って、息を吐いて、次の吸い、ゆっくりとお顔正面に戻したら、右の足外側に開いていきましょう。楽に開けるところで大丈夫です。右のつま先を前後ろに倒したり、右の足首ぐるーっと回したりしながら、足首緩めてあげましょう。そのまま右のつま先を天井に向けたら、おへそから右足の方に向いて、吸い気で両手を頭の上遠くに伸ばし、長い体側、吐く息で両手床の上に下ろし、すねの外側または、ね、膝の上、どちらでも大丈夫です。ゆっくりと背中を丸めながら、上体を右足の方に近づけていきます。もし両手右足の外側について、お腹ツイストを加えたい方は外側について、自分が心地よく呼吸を続けられるポジションを見つけていきます。もう少しね、左の膝、近づけた方がお腹楽に向きやすいなと感じたら、左の膝の位置も調節していきます。腰から背面の力を緩めて、ポーズの中に溶け込んでいきましょう。今日一日起きた出来事をここで全部解放していきます。嫌だった出来事や楽しかった出来事も全部解放していく。これから後の時間のことや明日の予定、不安も一度ここで解放して、今の呼吸、そして体の感覚を感じていきます。
もう一度鼻から優しく息を吸って、口から全部吐き出しましょう。同時に上半身の力をふーっと床の方に緩めていく。片手ずつゆっくりと体に近づき、背中丸く丸めながら上体を起こしていきましょう。左手背中の後ろにつき、右足つま先遠くへ伸ばしたら、右手右足の指先から遠く離していくように、後ろに気持ちよく伸ばしていきます。綺麗なポーズを取ろうとしなくて全然大丈夫です。気持ちよくね、この右の体側伸びを感じるところで、鼻から息を吸って、息を吐いてゆっくりと右手を下ろし、右足を折り曲げたら反対側を行っていきましょう。左の足を外に開き、まずは足首前後ろに倒したり回しながら足首を緩めていきます。足のつま先空に向けたら、吸い気で両手頭の上、おへそから足の方に上体傾けて、吐く息で両手床の上、鼻から息を吸って、吐く息で背中丸く丸めても大丈夫です。上体を左の足の方に委ねていく。両手は自分のつきやすいところ、すねの横、足の上でも、またツイストを加えたい方は左足外側に両手を下ろしていきましょう。体は毎日違います。今日今この瞬間心地いいと感じるポジションを探求しながら、ゆったりとした呼吸を通していきましょう。もう一度鼻から優しく息を吸って、吐く息で体に入っている酸素全部吐き出しましょう。素晴らしいです。という片手ずつ体に近づきながら、背中丸く上体を起こしていきましょう。右手背中の後ろについたら、左の足を遠くにポイント、左手左の足先から遠く離していくように頭の上に伸ばしていきます。少し腕を後ろに引きながら、胸と肩の前側もオープン、吐いて緩めて、左の膝曲げて両方の足の裏合わせていきましょう。足の裏を少し開いたら、手で足の裏をマッサージするように親指で押していきます。かかとをさすってあげて、かかとから足のつま先、今日一日よく頑張ってくれた、いっぱい歩いてくれた足を、褒めてあげながら、ありがとうというふうにね、感謝の気持ちを込めてほぐしていきます。そこから足首、ふくらはぎもね、骨から筋肉を外して緩めていくように、少しずつ足裏、足が緩んできたら、両手足の外側をつかみ、吸って胸を起こし、吐く息で顎を丸め込んでいきましょう。首の後ろの力、肩の力、リラックス。もう一度鼻から息を吸って、息を吐いて、ゆっくりと顔を正面に戻し、両手背中の後ろについたら、足はそのままゆっくりと肘を床の上に下ろしていきましょう。肘で少し床を押すようにしながら、胸をくっと持ち上げて、次の吐く息でそのまま上体全部床の上に下ろしていきます。でこの時クッションや枕のある方は、頭の下にクッション枕を引いていきましょう。両手はお腹の上にそっと添えて、両方の肩甲骨を重く床の上に沈め、同時に足の力も脱力、
膝が地面の方へとオープンになっていく。軽くまぶたを閉じて、鼻から一度大きく息を吸って、で吸った息よりも長く吐いていきます。で自分の自然な楽な呼吸に戻して、もう一度ここで今日一日起きた出来事を全部解放していく。一つ一つの吐く息で体に入っている力、緊張感、不安やこわばりを全部解放していきます。両手を足の付け根、お尻側に添えたら、手でね、太ももの外側の足の付け根あたりをグッと押しながら、片膝ずつ中心に畳んでいきましょう。両膝立てたら、足を腰幅に開き、両手は体の横手のひら床に下ろしていきます。次の吸い気でお尻を持ち上げて、少し肩中心にスクイーズ。お腹高く持ち上げていくように、お尻を真ん中でスクイーズしながら、ここでもう一度息を吸って、息を吐いてゆっくりと背骨上から順番に床の上に下ろしていきましょう。ふー。頭の下に枕クッション入れてる方は一度クッションを抜いて、でそのまま両方の膝胸に引き寄せ、両手で床を押しながらお尻持ち上げていきましょう。両手で腰後ろからサポートしながら、足のつま先を頭の上にそっと下ろしていく。膝をおでこにちゃんと下ろすか、または膝を開いて膝で耳を外側からカバーしていく。もう一度ここで鼻から優しく息を吸って、息を吐いて、で片手ずつ床の上に下ろし、お腹の力を使いながら背骨上から順番にゆっくりと下ろしていきましょう。はあ、では片足ずつマットの下、遠くへ伸ばしたら、両手体の横で少しずつ肘で床を押しながら、頭のてっぺんを床の上に下ろしていきます。肩甲骨を中心に寄せて胸を高く持ち上げていく。もう一度鼻から息を吸って、息を吐いてゆっくりと後頭部を床、肩甲骨も床の上に下ろしていきましょう。はあ、今日も一日お疲れ様でした。このまま眠りにつける方はこのままおやすみなさい。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。